衣装着るとそうなるから。どうでしたか、まあ、巻いてなりきれたどこでどこで酔っ払え田中選手お疲れ様でした。続きましていかがでしたか、楽しく踊れたんで嘘つけ嘘つけ言われてますけど田中選手嘘です嘘だねあ、でも良かったですよね。伊藤選手、伊藤選手どうでしたか、まあ、自分らしさ出したと思います。ありがとうございます。さあ、やりきったという。さあ、A ブロックでベストパフォーマンスをした選手は誰だったのか、ファンの皆さんに、拍手でジャッジしていきましょう。田川さん、お願いします。はい。というわけで、前川選手が良かったと思う方、拍手をお願いします。トラッキーが測定してくれますよ。はいはいはい、なるほどなるほど、これで音を集めて音の数値が出る機械を使ってますので、なるほどなるほど、はい、一番最初なんでこの拍手がどれほどのものなのかっていうね、おーっと出た、うん、86.4 なるほど、これが基準になるのか高いのか高いのか続いて豊田選手が良かったと思う方拍手お願いします。お、どうなの、ちょっとちょっと大きいよな。トラッキーどうですか、どうですか、トラッキーえ70.4 それ正確なんだ、これ前川選手が今のところリード。なるほどなるほど、はい、行きましょうか、続いて中川選手が良かったと思う方拍手お願いします。おっ、おちょっと大きい、ちょっとグッと大きいですよ。わっ、おぉ102.3、高い、中川選手がトップに立ちました、はい、さあ4人目いきましょう。最後ですね、伊藤選手が良かったと思う方拍手お願いします。圧倒的に出たよね、これが出たよね。トラッキーというわけでトラッキーどう、どうだ、もうこれは津田さんとモータルコンバットの皆さんに判断していただきましょう。伊藤選手圧倒的にね大きかったですよね、皆さんね、これね、ね、そうですよね、間違いないですよね、はい、ということで A ブロック最もポイントが高かったのは伊藤亮選手を決勝進出を決めます。トラッキーは何だったんだみたいになってますけど、ちょっと決勝に意気込みを聞きましょうかね。確かに、そうですね、ぜひ、はい、やってやったあったよ、この踊りは伊藤選手、おめでとうございます。ありがとうございます。1位です。今のお気持ちはめちゃくちゃ嬉しいですけど、次のブロックをしっかり見て研究して次に飲みたいと思います。マジで優勝狙ってます、伊藤選手。はい。